引き手で相手の襟を持った腰車のイラスト腰車は柔道の投げ技の腰技10本の一つ、行動館や国際柔道連盟での正式名、アイフ略語コグ。釣り手で相手の横襟、引き手で相手の袖を掴んだ自然体から釣り手を奥襟に持ち替え、もしくは襟を持たず相手の首を釣り手の前腕を相手のうなじに当て、 もしくは上腕と前腕で挟み込み抱えるようにし、前回り裁きで踏み込み、相手を腰に乗せ、相手と自身の胴が10文字に交差するぐらい腰を深く入れ、そのまま自身の腰を中心に転がすように投げる。バルセロナオリンピック後、78kg 級に階級を変更した小賀俊彦が盛んに使用していた。相撲やレスリングでいうところの首投げに近い投げである。両手で、 相手の襟を持って腰車を行うこともある。この場合、相手は意でなければ、畳に頭から突っ込んでもヘッドデフェンスの反則にはならない。高松正弘は、釣り手と引き手を逆に使い、引き手で首を抱えて、両手でロックするように投げていたという。柔道かわいしメソッドの腰車は、買い込み払い腰のような体さばきの首を抱えない、腰車である。右組で、右手は、 首は抱えず相手の横入りのまま、左足を相手の左に踏み込み、その左足を軸に弾みをつけて、体を左回転で急旋回させながら、右足を大きく相手の右に振り出し、腰を入れて腰を軸に前に投げる。投げる直前、自身と相手の両足の4点が畳状にほぼ1、直線状に並ぶ。柔道かわいしメソッドの首投げは、 右腕で相手の首を抱えながら、体落ちのように右ふくらはぎを相手の右すねに当てながらの投げ技である。体落ちのように主義には分類せず、腰射と同様、腰技に分類している。腰射の基本形のように腰は深く入れていない。行動感や愛婦の正式な技なにはない。ありがとうございます。